今日12球団一斉にセパが同時に開幕しました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。読売ジャイアンツはここ東京ドームにベイスターズを迎えての開幕戦となります。今シーズンの解説は君山悟さん、西俊久さんの2人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ西さん、今年のセリーグですがどのようにご覧になってますか？まあ、やはり巨人が中心だと思いますが、他の球団も芝からこれから6回ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号18ラフィア、2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドを任されたのはラフィア、今シーズン初登板です。さあ小宮山さん、この場面での登板ということになったんですが、まあ、点差がついてますから余計なことは考えずにバッターだけに集中してほしいですね。そうですね、まずはしっかりと抑えていきたい。これが3球目、見逃して三振です。まず1つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、カフヤ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここのバッター甘いボールを打ってきますよ。はい、変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。打席には2番バッター桑原、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。2球目は何で来るか、打ちました。ファーストが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。一回ダメかな、これ。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。西さん、大事なホーム開幕戦、見事勝利で飾ることができました。うん、まあ、今日の一戦というのは非常に大きいですね。まあ、やはり明日以降につながると思いますね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のようにセントラルリーグ開幕戦はジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。